元気な岡田っ子がいっぱいだワン。明るく強く正しくを校訓に毎日のびのびと勉強している岡田っ子のみんな。現在児童数は621人。実はこの岡田小、なんと140年以上の歴史があるんだワン。現在の奥組の出し蔵がある場所や選果場に学校が建ったりと、いろんな場所を経て今の位置に学校が作られたんだわん。そんな岡田小も今から6年前に児童数の増加により職員室をはじめ新しい校舎ができたんだわん。この絆橋を渡ると大きなグラウンドに続いているんだわん。そんな岡田小といえば、歴史ある岡田の町とつながりが強いこと。地域の文化を学ぶ体験学習も盛んで、1月には知多木綿で有名な木綿蔵で型織り体験をしたんだわん。さらに岡田春祭りのお囃子体験やねじ回しの体験も行われて、祭りの伝統とその技を学んだんだわん。そして岡田小を力強くバックアップしているのが、2011年に結成された親父隊の皆さんだわん。卒業式などで使われる看板やみんなが使うジャンピングボード、こんな山も親父隊の手作りだわん。さらに今人気なのがこちら、ソラクラウトです。イエーイ。こんなものまで作ってくれるんだね。親父隊の皆さんすごいわん。それでは問題。こんにちは、岡田小学校の迫田幸男です。今日は岡田いろはかるたから問題を出します。山木中七岡徳と軒を並べた織布工は、屋根は今は昔、このにはある道具の名前が入ります。それはノコギリである。丸かバツか。それでは皆さんご一緒に3、2、1、どうぞ。はい、上げて。おー、これね、あ、丸バツ分かれましたね。それでは答えを見てみましょう。答えはこちらです。正解は丸です。工場の屋根がノコギリのようにギザギザしていることがわかります。現在は岡徳工場がノコギリ屋根を残していますね。ということで丸が正解でした。